J1 浦和の元監督でスペイン出身のリカルド・ロドリゲス氏が、スコットランドプレミアリーグのアバディーン監督の座に近づいている、イギリスメディア、デイリーレコルドは、バリー・ロブソン暫定監督が指揮を取るアバディーンで新監督候補に名前が挙がっているロドリゲス氏について、アバディーンでは現在、ロドリゲス氏ら4人の候補について、今後の取締役会でさらなる議論が予定されている、とし、9日にも次期監督の最終候補リストを絞り込んでいくという、ロドリゲス氏は新監督の筆頭候補であり、個人的な野望とクラブの野望は完全に一致している、と相思相愛を強調。その上で同メディアは、浦和監督時代に天皇杯制覇などの実績があることを主張し、彼はスコットランドでトップフライトを席巻した先駆者、元 J1 横浜 M 監督のアンジェ・ポステコグルーに続くことができると信じられている、と伝えている。さらに同メディアは、アバディーンは、セルティックをコピーしたと非難されることを警戒しながらも、ポステコグルーの成功が乗り越えられない飛躍ではないことの証拠、と伝えている。ロドリゲス氏が指揮官になれば、日本選手の獲得も期待できそうだが、果たして実現するだろうか。